こんばんは。2月の27日月曜日、時刻は21時1分をもう回ってしまいました。さあここからはですね、はい、第39回目となりました LINE ライブ特別番組 LINE ライブウェザーニュースです。本日の担当はウェザーニュースキャスターの松雪彩香と、そして宇野澤さんです。よろしくお願いします。39回目ですね。17シーズン第5節。いやちょっとそのあたりはよくわからないんですけど。17シーズン3ん、一応ほら1年間34試合なの で、はい、で34回で、まあ、2016シーズン終わって、はい、で次の週から2017年シーズンになって、はい、そのうちの第5節です、ね、はちょっと詳しく聞いてもやっぱりよくわからなかったんですけど。はい、でもコメントではうん、J リーグ開幕しましたね、しましたね、など届いてますね、はい、開幕戦、はい、ちょっとやっちゃいましたけど。あ、やっちゃったんですか。うん、まあ、最後一番上にいればいいんでね。なるほど。まあ、うん、まあ、たまにはね負けることもあってもそうですね、いいんじゃないかと思ってますけど。さあこんばんは。あとたくさんコメントもいただいていますが、はい、皆さんのコメントやハートを番組中にどんどん送ってください。コメントを拾いながら1時間短い間ですが進めていこうと思います。はい、そしてこの LINE ライブウェザーニュースでは各スタイルということで、素材にいろいろと書いて説明していきます。はい、どんな感じになりそうですか。やってみます。やってみましょうか。はい、ちょうどこの下にこの辺にこの辺この辺この辺にこの足元この辺に出ます。はい、はい、お、あ、出ましたね。出ました。これは今の空を表している天気が出ますんで、はい、まあ、ここにこうちょっといろいろね、今日ねなんかいまいちうまく描けないんだよな。あ、そうなんですか。うん、これはまあ、例のあれですよね。例のあれですね。はい、こういう感じで描いていきたいんですけどね。私これさっき宇野澤さんいっぱい描いてましたよね。今練習してたよ。なんかさうまくいかなくてさ、練習しました。いつも今日の天気がこういうのですよっていうのが会社に置いてあるじゃないですか。はいはい、それ宇野澤さんも持っていて、で宇野澤さんのこのお天気のメモにすごいいろいろ書いてあるね。何だろうと思った。もう全部これですよ。全部これアントラーズですよね。そうです。何個書いてあるのね。結構書いてありますよ。はい、10個ぐらい書いてる。もっと書いてるな。お天気のメモじゃなくてこれ今日の構成です ね、 ですね。もう全部構成表にある限りでは全部の時間にアントラーズについて話すっていうことになってます。そういうことになってます。はい、まあ、こんな感じで書きながら進めていきますので、ぜひ皆さんも注目してみてください。はい、39回目か。39回目ですよ。サンキューですよ。あ、サンキューか。うん、サンキュー、ありがとう、ありがとう、サンキューにもなりそうですね。はい、最近何かサンキューなことがありますか。サンキューなことですか。はい、まあ、サンキューなことは、ね、よくありますよね。例えば例えば奥さんにサンキュー。突然いい話じゃないですか。なるほどなるほど。まあ、日頃から感謝の気持ちは伝えた方がいいですからね。日頃から感謝の気持ちが大切です。はい、はい、では今日もお天気見ていきましょう。はい、ここからは LINE ウェザーです。はい、明日から週間のお天気を解説してまいります。まずは今の天気から見ていきましょうか。はい、ではそれではですね、はい、現在のお天気からいきたいと思いますが、はい、はい、それではこちらの方ですね、21時現在過去1時間分の皆さんからいただいた天気の報告です。はい、で、オレンジ晴れ、晴れですね、グレー曇り、はい、ブルー雨、白雪ということで、いくとまず西日本はね基本もう晴れてます。もう今日結構広く晴れましたね。うん、結構広く晴れてますね。はい、で北日本も実は晴れてます。うん、本当ですね。でそうなると東日本の一部、はい、ちょっと雲が出てますね。あれ一部雨のところもあるようですね。届いています。はい、でこの辺を少し雲の様子で見ていきたいと思うんですが、はい、こちらひまわりの画像で見ると、まあ、ほとんど雲なくなってきてはいるんですけどね。ただまだ少し残骸が残っているということで、ちょうどこの辺少しかかっちゃってるんですよね、雲がね。これが、ね、うん、だんだん抜けていくと、はい、もうこちらの雨の方も止んでくるかなといった状況になりますから、まあ、そうなるとほぼ全国的に、ね、そうですね、晴れてる、はい、こんな感じにはなりそうです。はい、寒さは続きそうですかね、この後夜も。
から晴れるじゃない、はい、そうするとさ、いわゆる放射冷却というやつですね、あの宇宙の熱がどんどん逃げていきますから、はい、明日の朝まで寒くなる。明日の朝寒くても日中は日差し暖かくはなりそうですか、うん、そうですね、日差しの方は明日は届くかなという感じになると思うので、はい、じゃあ明日の天気図いきたいと思いますが、はい、まず天気図からいきたいと思います。はい、こちらで明日の午前9時の天気図ですね、お伝えしてみましょうか、はい、これ見るとさ、これもう高気圧ですよ、うん、全体がもう2ついますね、2ついます、ほぼねこの高気圧に覆われるという形になるので、はい、基本的にはほぼ全国的に晴れがベースになります、はい、ベースってことは違うとこもあるんですか、今はちょっとありそう、うんうん、というのはこれ高気圧なんで、はい、こういう風の流れなわけですね、こっちはこういう風の流れなわけですね、あ、こう時計回りですからね、高気圧、そうなるとね、この風と風がぶつかり合っちゃうところが出てきそうなんですよ、ほうほうほう、風と風がぶつかり合うとそこで雲が発生するという形になるので、はい、東海エリア、うん、東海でもどちらかというともうちょっと東の方、静岡とかね、あとは少し山梨あたりでもにわか雨の可能性があるという状況にはなりそうです、はい、でこれ明日の朝でしょう、朝ですね、これ夜なんですけど、でよこれ、まあ、まだまだ高気圧に覆われているようなんですが、よく見るとね、はい、この辺に低気圧がいるんだよ、この辺に、この辺に、でその影響があってちょっと北海道の方、日本海側の方では雪雲が入ってくる可能性があるかな、こんな感じになりそうです、はい、で、それぞれのエリアアイコンで見ていきたいと思いますが、はい、全国を見るとこうなのよ、わあ、すごい晴れが並んでますね、うん、晴れがずらっと並んでるような状況になってます、はい、なので各エリア詳しく見ていきましょう、はい、北海道、これはねほとんど晴れでしょ、ですね、ほとんど晴れなんですが、もうちょっと細かく見ていきますよ、はい、東北、はい、一部、あら、雪がいます、おといねっぷとか羽幌とか、はい、このあたり少しここは、まあ、全体的にすごく雲の大きな帯がかかってくるというよりは少しこう入り込んでくるのがあるので、ね、うんうん、まあ、一部この辺りでは雪になるかなといった状況です、はい、まあ、それ以外のところは基本もう晴れといった状況なんですが、はい、今夜もすでに晴れてますよね、ですね、気温寒いですか、朝方の気温帯広中北にマイナス15度マイナス16度のということで、はい、あの日中はね日差しがあるので、はい、プラスにはなるんですよ、ただ朝方相当冷えますこれまた、あ、1日で16、17度、すごいですね、1日の差が、はい、ちょっと朝方の冷え込み注意といった状況にはなりそうです、はいはい、ではそれ他のエリアもいきます、東北エリア、はい、まあ、基本ねこっちもね晴れなんですよね、うん、なかなか出てこないですね、あら、よく来てる、あら、あ、来ないな、全然来なくなってしまいました、どうした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 、動きもしなくなっちゃいました、こういう時はですね仕方がないので、はい、一旦こっちに行ってですね、そうですね、戻ると治る時がよくある、はい、ありますあります、やってみると、はい、治りません、 なぜか治りませんあら、でも東北も晴れが並んでいるはずですね、うん、ここはね、基本は晴れですよ、はい、うん、基本晴れなんです、で先ほど北海道のところは日本海側の方少し東北の方、雲入ってきますよという話をしましたが、はい、東北エリアは、ね、そこまではいかないです、なので、まあ、にわか雨とかその辺は心配しなくてもいいんですが、はい、こちらの方も朝方ぐーっとやはり気温下がるんでね、その下がった時にはあ要注意といった状況になりますから、そうですね、まあ、晴れていればね路面凍結というのはあまりないかもしれないんですけども、はい、ちょっとそのあたり注意をしていただければなと思います、はい、これもう出ないんじゃないか、出ないですね、出ないですね、これね、どうしちゃったんでしょう、出ないので全て口でフォローしないことですが大変ですよそれはまた、はいはい、出ないんですけど一応出しましょう、はい、関東です、関東も晴れです、はいはい、うん、で同じように放射冷却で朝方冷え込みますからそこで気をつけてください、はい、日中帯は、まあ、日差しが届くんでね、そのあたりでは星の曇りも感じられるかなといった状況にはなりそうです、はい、はい、中部
はい、何のためにあるんですか。何のために出してるか一応場所だけさ、ね、場所だけ、ね、今ここの話をしてますよっていうことだけ、の意味なんですけど、はい、日中は、まあ、日差しもしっかり届きますから、はい、まあ、それなりに、うん、まあ、寒さ控えめというけども、うん、ちょっと暖かさも感じるかなといった状況になるんですけども、はい、先ほど少しお話をした通り、はい、ちょっと風のぶつかり合いがね、この辺とか、あ、東海って言ってましたね、うん、この辺でどうも起きそうなんですよ、はい、そうなるとこういったあたりのエリアでは、まあ、愛知、静岡、あと山梨といったところでは、はい、にわか雨の可能性ありということで、見ておいた方が良さそうです。はい、で北陸は、気温が上がってくるんでね、これまで積雪の多かったところでは少しずつ、雪解けも進んでくるというところもありますから、はい、まあ、雪解けが進むと春も近づいてきている証拠なんですけども、落雪とか、あと雪崩などにも十分注意していただければなと思います。はい、はい、ということで、これどうするかな、これアイコンなしのまま西日本なしのまま行ってしまってますね、これね。一回閉じてみます、閉じてみようか、うん、ちょっと閉じてみます。あ、こういうことも、ね、たまにあるんだよね。ありますね、うん、生放送の、うん、生放送ならではですね、ならではということで、アイコンなしで頑張るぞといやでもまだまだ冬の寒さなんですね、北海道の、あの最低気温などを見てると、ね、はい、出ました、出ましたよ、よかったです、よかった。はい、じゃあ行きましょうということで、出たので一応おさらいだけパーッとパパパってやっちゃいます。はい、東北晴れでしたね。よかったです。はい、関東も晴れでした。関東も晴れです。はい、で中部エリアに関して言うと、これ甲府と静岡、名古屋のところ。あ、本当ですね。うん、この、曇りがきます。はい、この辺だけ注意をしてください。はい、気温の方も。ちょっと朝やっぱり低いんだな。朝寒そうですね。うん、朝寒そう。この辺、0度1度、あと氷点下になるとは北陸というところです。はい、ということで、ここまで追いつきましたので近畿行きましょうか。はい、いや近畿どん、うん、まあ、基本も晴れなのよですね、うん、晴れなので、まあ、特に言うこともないって感じになっちゃうんですが、はい、まあ、やっぱり晴れてるからこそ朝冷えますよということで、まあ、大津なんていうのは氷点下、きゃー、ね、寒いですね、状況になります。はい、はい、では続きまして今度は中国エリア、はい、はい、こちらも晴れです。はい、晴れということは気温はどうなるか、うん、結構氷点下多いね。そうですね、広島もね氷点下じゃないけど0度だからね、うん、ということでやっぱり朝方の冷え込みというところに注意をしていただければなと思います。はい、四国に関してもいきましょう。四国も、まあ、アイコンはねもう晴れなんだけど、はい、もうこれ一緒なんだけどさもう間違い探しみたいになってますね。間違い探しね、まあ、ここも同じようなことしか言いません。はい、はい、結論は朝方冷えますというところはい、こんな感じ。じゃあ九州もですか。九州ぐらいと少し変わるんじゃないかと期待しがちなんですが、はい、あまり変わらず、ね、変わらずというところ、晴れアイコンで、で、まあ、一桁台の、はい、最低気温ということですから、日中とかやっぱり体感差は、ね、出ますから、その辺だけです。ただ、はい、九州に関して言うとこの先の話またこの後で言いますけど、はい、だん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 天気の方は曇りから雨寄りに変わってきますから、うん、これ1週間見てる、はい、まあ、この晴れの天気というのをうまく利用していただければなと思います。はい、では沖縄行きましょう。はい、沖縄はちょっと先島だけやっぱり違う。そうですね、うん、先ほど高気圧帯になってますよという話をしましたが、はい、ちょうどねその一番南のヘリの部分に当たるんですよ、先島がね、うんうんうん、そうなると少しこう前線っぽくなってしまうので、はい、その影響で雲が多くなるといった状況を通っています。はい、で、こちらの方ですけども、まあ20度切ってるんでね、ちょっとひんやりですね、ひんやり感あるかなと思います。はい、で風も北ですから、沖縄の方にとっての北風っていうのはやっぱり気温よりも少しこう寒さを感じるというところなので、沖縄は若干ひんやり感が他のエリアと比べると感覚的に多いかなといった状況にはなりそうです。はい、はい、ということで全国見ると天気の方はドン、まあ、基本晴れです。はい、ただし、まあ、一部北海、まずは道北エリア、雪雲が入ってくる感じになりそう。はい、あと東海に関して言うと風のぶつかり合いで雲が発生し、にわか雨の可能性もあります。あとは全国的に言うと朝方の冷え込みがあるので、そうですね、ここだけね、気をつけていただければなと思います。はい、はい、
明日は広く晴れる、うん、ということなんですが、はいはい、この先週間で見るとどうですか。はい、じゃあ週間いってみましょうか。はい、父ちゃん出るかなちょっと心配です、ね、心配になっちゃうよね。ではですね、はい、まず水曜日、はい、2月の28日までなので3月になりました。そうですね、はい、3月になると先この高気圧帯状に覆ってましたけど、はい、だんだんここ東の方に抜けていっちゃいますね、うんうんうん、で変わって出てくるのはここに一つ低気圧がいるんですよ、はい、でこの低気圧がこの後後半は主役にどうもなりそうです、はい、これ1日でしょ。で2つ玉低気圧がいまして日本海に1つあって、はい、太平洋に1つあるんですよ、うんうん、でしかもこれ南の方来てるんでいわゆる言葉的に言うと南岸低気圧ですね。東海関東甲信あたりも雪が降ったりするあれですね。よく降らせる低気圧なんですよ、はい、なのでちょっと心配なところはあるんですが、はい、あるんですが、が今回はちょっと分かりにくい絵で申し訳ないんですけども、はい、大体上空1500メートル付近の空気の流れを見てみるとこれ青い方が冷たい空気、うんうんうん、まあ、オレンジから黄色にかけてが暖かい空気なんですね、はい、でこの線の形を見てみるとこうなってるんですよ。南から北に向かってこう盛り上がってる。そうですね、ということは比較的暖かい空気が入るので、はい、雪ではなく雨にはなるかなといった状況にはなりそうです、はい、でこの後なんですけどこの低気圧ね発達しながら北海道の方行くんですよ、はい、でこの金曜日は北海道大荒れの可能性あり。これは雨ですか雪ですか。これ結構微妙で基本こちらは雪になると、はい、うん、で道南エリアがね場合によっては雨混じりかなということなので雪質としては比較的湿った雪、はい、うん、なので着雪とか起きやすくなるかなといった状況にはどうなりそう、はい、でこれが金曜日で土曜日になるとまた西の方から高気圧がだんだんと降ってくるということで結構ね、この1週間というところを見ると、はい、天気の流れ早いです。そうですね、月曜日になるとまたこんで前線とかできちゃうんで、こういった流れをするんですが、はい、ではアイコンで、はい、見てみましょう、はい、見るとこういう状況ですね、はい、この2日3日、まあ、2日は日本海にも低気圧があって南岸にも低気圧が来るので、はい、まあ、気温ほぼ全国的に雨模様ちび雨、小さい雨が多いですね、うん、ですね。あ、でも短い時間に強く降ることもあるので、はい、雨の降り方だけは注意をしてください。それからこれが抜けて3日になると北の方で発達するといった状況になるので、はい、北海道アイコン的に言うとねそれほど大きなアイコンではないんですよですね、うん、ただ一時すごくこう吹雪のような感じになる可能性があるので注意をしてください、はい、で2日なんですけど室蘭函館はね雨ですね、うん、なので雪質としては重いという形で見ておいた方が良さそうといった状況になりそうです、はい、で、もう一度前後戻りましょう。で気温なんですが、はい、と言ってきますとねまず北海道に関しては明日が一番寒いね。あ、マイナスですね。そうそうそう、明日、今日か、明日の朝、明日の朝、うん、はい、でそれからだんだん、まあ、この時期にしては比較的最高気温としては若干暖かいかなという感じなんですよ、うんうんうん、はい、なので、少しこう湿った雪になるかなというところです。で、それ以外のところについても、まあ、朝はどうしてもまだ冷えるんですけども日中帯は日差しが届けばそれなりにぬくもりは感じられるかなとこういった1週間になりそうですね、はい、はい、雪解けなんかも進みそうですかね。そうだね、雪解けもどんどん進んでくるそうですし、はい、で今日ねちょっと気になることがあって、はい、岩手県の方でね釣りに行って行方不明になってしまったんですよ、はい、で今ほら氷が張ってる湖とか、はい、池の中にこう真ん中まで行って、釣りをする場合があるんですけど、うん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 、ニュースによると大きな穴が開いて、はい、氷が割れてるでそれで釣り人と連絡が取れなくなったというような事故もあるので、はい、もう氷がだんだん薄くなってきてると思うんですね。そうですね、ですからこの辺りも十分注意が必要になっているんですね、はいはい、まあ、高校卒業式シーズンだなともいただいてますが、うん、3月1日あたりは卒業式などもそうですね、はい、そうだね、だんだんそういう時期になってきましたね、はい、ですね。1日何やってたの、
受験なんだあ、そうか、まだ受験シーズンが続いてますかね。3月になってもやるところありますしね。二次試験がありますね。はい、というわけで週間のお天気見ていきました、はい、大きなアップダウンなさそうですね、うん、はい、というわけでここからはですね、次のコーナーに行きたいんですが、次のコーナーを担当してくださる方が、うん、まだいらっしゃってますね。いないと、つなげと。じゃあ、では改めてですね、お天気をアイコンで確認していきましょう、はい、全国の明日の天気をお伝えします。まずは西日本から見ていきましょう。那覇は時々雲が広がりますが、昼間は日差しが優勢です。朝は空気がひんやりとするため、羽織るものがあると良さそうです。福岡や広島、大阪では晴れて穏やかな天気です。朝は冷え込みますが、昼間は日差しに暖かさも感じられそうです。では続いて東日本です。金沢や東京では日差しが優勢です。日向ではぬくもりを感じられますが、日陰ではひんやりとします。また北陸では雪解けが進む恐れがあるため要注意です。名古屋では朝は雲が広がりやすく、にわか雨の可能性もあります。明日の外出には折りたたみの傘があると安心です。続いて北日本です。仙台や秋田、札幌では朝の冷え込みが強く、路面凍結の恐れもあります。昼間は気温が上がり、日差しも暖かくなりそうです。雪の積もっているところでは、屋根からの落雪や路面の状態の悪化にご注意ください。続いて週間も見ていきましょう。まずは西日本からです。沖縄は雲が広がりやすく、ひんやりと感じられそうな1週間です。九州から近畿でも雲が多く、木曜日には広く傘の出番がありそうです。この先1週間はこれまでのような気温の大きなアップダウンはありません。最後に東日本から北日本です。東日本は穏やかな空の日が多く、比較的気温も高めです。北陸では雪解けによる被害にご注意ください。また週の後半には各地で雨や雪が降りそうです。北日本は気温が高めの日が多くなり、雪解けがじわじわと進みそうです。木曜日以降は雨や雪、風が強まる恐れもあるため、最新の情報をご確認ください。以上、全国の天気をお伝えしました。全国の天気アイコンを見ていきました。さあ、それではここからは続いてのコーナーに行くということで、宇野沢さんはハーフタイムとなります。はい、ではハーフタイム、はい、ありがとうございました。さあ、ここからはですね、私も初めてのコーナーになります。少し前から始まったようで、カンタロウさんの持ち込みコーナーだそうですね。挑戦企画で、前回までにどんなことをやったのかなと他のキャスター、あかねちゃんに聞いたんですけれども、なんか漫画、今までの漫画の発行部数ランキングを当てるとか結構難しいことをやっていたようです。ということで、かんたろうさんに登場してもらいましょう。ちょっと今マイクの準備をしているようですね。今日はどんな挑戦なんでしょうか。よろしくお願いします。はい、こんばんは。こんばんは。どうもこんばんは。いつの間にかカンタロウさん持ち込みコーナーが始まったんですね。どうも、福島カンタロウです。はい、よろしくお願いします。いやいや、そのどうなんですかね。何がですか。その最近、はい、そうなってきたんですよ。あ、そうなってきた。村田さんがもう腰が治ってきたのに、はい、出ようとしないわけですよ。そうするとなぜかもう毎晩ですね、はい、まあ、毎週ですけども、はい、なんか最初はなんかカンタロウが出たらいいんじゃないみたいな、でカンタロウでいっかみたいな感じになり、はい、最終的に今日どうするみたいな。いや僕がなんかその今日何するみたいな、僕に聞かれるんですよ、ディレクターの皆さんが、はい、井上くんとか根本さんとか。だから、いや、どうしましょうかねって。ああ、じゃあもうカンタロウさんのコーナーが出来上がったってことですね。そういう感じになりつつありまして、で今日はですね、はい、まあ、こういう企画を持ってきましたということで、はい、タイトルとしてはですね、 LINE コミュニケーション理想の返信。理想の返信、理想の返信、そういうコーナーをちょっとね持ってこさせていただきました。ちょっといまいちこうピンとこないんですけど、いやいや、まあ、LINE じゃないですか今、ね、LINE で今僕たち番組やらせてもらってますけども、はい、まあ、やっぱりその LINE 使うじゃないですか。で皆さん今コメントを書いてくれてますけども、はい、
その中で、まあ、やっぱりその男性と女性のコミュニケーションにおいて、はい、なんかこう、まあ、例えばあやちから何か僕にコメントを出しましたと、はい、でその時にちゃんといい返事をできるかどうかっていうのはまあ大事じゃないですか。そうですね。例えば、まあ、別にこれはあやちと僕じゃなくて、まあ、男女でですね、はい、まあ、彼氏と彼女なのか、はい、ちょっとお付き合い目前の人たちがですね、まあ、デートをしようとしてました。はい、でなんだけどなんか朝になって女の子の方はね、はい、ごめんなんか風邪ひいちゃったっつって送ってくるとするじゃないですか、はい、そこでじゃあどんな返信を男子はしますか、もしくはあやちは、まあ、あやちだとしたら、はい、どんな返信をされたら嬉しいですかっていうのを今日のちょっとテーマにして、あーちょっと楽しそうですね。 それはで皆さんに俺ならこうするな、私ならこうするなっていうのをちょっとコメントをね書いていただきたいな。なるほど。はい、風邪ひいちゃっただったらそうですね、まあ、僕だったらその、はい、あマジで今から看病しに行くよ。いやちょっと大丈夫ですいや NG だと分かってやってますよ。 NG だ、それ NG で、 NG なんですよやっぱりこういうのは。ダメですね。 NG なんです、はい、そういうのやっちゃダメなんです、うん、だから、はい、だから理想の返信なわけですから。そうですね、うん、素のリアクションしないでもらえていいですか理想の返信で言えば、まあ、いやまあ気遣うですよね、うん、まあ、大丈夫、うん、って、うん、全然気にしなくていいからまた今度どこか行こうねみたいな感じにするわけですね、はい、もしかしたら、ね、会いたくなくなっちゃって言ってる場合がありますからね。会いたく？会いたくなくなっちゃって。あ、会いたくなくなっちゃって。いやいや、ちょっと待って、そういうシチュエーションやめてよ。ダメですね。裏は書かずに。あ、そういうこと。あ、もう会いたくなくなっちゃって断り文句としてそういう。言ってたらもう最悪ですよね。今から看病しに行こうかって言ったら。ちょっと待って、それはじゃあ、あやつさんが、はいはいはい、その。一部じゃない男性をうまく断ろうというときに、はい、そういうことをおっしゃったりするわけですか。いや、そういうわけじゃないですけど。お上手な断り方は何かあるの？上手な断り方ですか。でも体調不良は、そうですね、うん、まあ、しょうがないなってなるんじゃないかなと思いますけどね。じゃあ、はい、ちょっとこれからいくつか、まあ、5問くらい問題用意したんですけど、はい、そうだな、じゃああやちに、はい、まあ、こうなんだったらどっちがいい、これはもうこういう返信 NG、うん、NG ワードを書くか、はい、こういう返信だったら嬉しいですっていうのを書くか。あ、何に対してですか。その男性から返ってくる返事として。あ、どっちがいい、うん、じゃあこういうのが来たら嬉しいですっていうのを、嬉しいっていうのを書こうか、はい、書こうかな。じゃあ分かりました、はい、じゃあ皆さんもぜひですね、はい、コメントの方で書いていただければと思いますけども、じゃあもう第1問目からいきます、はい、いきましょうか。1問目は、はい、まあ、普通の会話、まず、まあ、お天気の会社なんで、お天気の話題でこちら行きたいと思います、はい、ドン、こう女の子ね。あ、うん、今すっごく綺麗な虹が出てるよ。あ、いいね、いい感じだね雰囲気いいじゃないこの二人いいじゃない。あんまりね、結構親密ですよ。親密ですよ、こんな虹出てるくらいでね、うん、コメントをよこすなんて。本当ですよ。ただ男子としては、はい、この何でしょう、本来は、はい、お、おんっていう感じも悲しいそうか、そうですよね。僕は、まあ、この子のことが好きだったら、はい、ちょっと嬉しいよね。でもね、ですね、あ、同じ空を見れるっていうのもありますしね。そうそう、虹出てたくらいでこの子こんなに喜んでくれてんだと思って。確かにやっぱ好意的な返事をしたいですね。そうですね、これ結構ね、初っ端から難しい。いや、これ難しいな、うん、私はなんて来たら嬉しいかを書けばいいんですね。そうですね、はい、女性としてはそうですね、はい、で僕ちょっとコメントを見ますから、じゃあ書こう。難しい、どれどれ、本当だ綺麗。ああ、それは同じ空を見上げた方ですね。ああ、それいいな。うん、僕だったら何かな。あ、もう思いついちゃいました。僕だったら今すごく綺麗な虹が出てるよ。
君の方が綺麗だよ絶対言っちゃダメ。いやダメですよ。あ、絶対ダメだろうな。あー、カズさんいいっすね。テッチーさん、ちょっとそれはどうなの？こっちからじゃ見えねえな。いや、見た努力は買うんじゃない、ね、こっちからじゃ見えねえな。ごめん、今手が離せないから写真よろ。あー、手が離せないっていうのは言わなくていいけど、写真を送ってほしいっていうのはいいですね。すごく綺麗だね。まあ、一緒に見上げた方、一緒に見たいね、はい、あ、いいですね。私は書きましたよ。よかったねーって、塩だね、それもまた耳こもしさん。よかったねー、よかったねーはちょっと NG なんじゃないですか。よかったねー、ちょっと寂しくなっちゃいます ねちょっとテンション上がって送ってる。ちょっともう一回言ってもらっていいですか。今すっごく綺麗な虹が出てるよ。よかったねー。あ、どの方向に見えてる。あ、それいいな。ちょっと僕もちょっと一瞬考えさせて、はい、考えてください、考えてください。今すごく綺麗な虹が出てるよ。抹茶さんは見えないな、また今度見えたら教えて。あ、それもちょっと素敵。この先も LINE してたいってことですからね。そうね、まあまあ、スタンダードなところでマジか、ちょっと僕も見てみますわみたいな。あ、そうですね、その一緒に僕も探してみますっていうのを書きたいですね、はい。うん、ただそれがベストかというと、はい、その相手をよりときめかせられるかというと、はい、まあ、ちょっとまだ難しいかな。そうですね、一緒に見たいな、一緒に見たいなってちょっと言われたらドキッとしませんか。しますね、うん、急になんかどれくらいの関係かにもよりますけど。確かにそうです ね結構親密だったら嬉しいですけど、ね、一緒に見たいなって、なんか、うん、そう思ってない人から急に言われたら、あ、ちょっとおーってなっちゃいます。ちょっと待って、それキュンにしてくださいよ。キュンみたいな。キュンキュン、うん、虹よりも君を見ていたいな。やっぱりあれですか、突然その好意を持ってると思ってない相手から好意の方向性をちょっと来られるとちょっとやっぱ困るもんですか。びっくりしますね。あ、そうですね、あ、そうだったのってなりますね。知ってる、今君の後ろにいる。いや、怖すぎるじゃないですか。怖すぎるじゃないですか。あ、じゃあちょっとあやちの正解、はい、見させていただきましょうかね。一人称を僕にしてしまったんですけど、はい、じゃん、見た見た、僕も今 LINE しようと思ってたとこってことですか。おー、あ、おー、が私はいいなっていいね、うん、見た見た、僕も今 LINE しようと思ってたとこ、ってよくないですか。すげえ秀逸ですねそれ。って言われたら嬉しい。僕も君に伝えようと思ってたんだよっていうことですよ。同じことを LINE しようと思ってたんだよ。あ、っていうのが、すごい、私はこれが嬉しいですね、うん、これ。それは素晴らしい。あ、もう今日のもうベストアンサー、はい、あ、もうこれベストです。早いですね。ベストアンサーですよそれ。まだだってあと、うん、あと4問ぐらい、ね、時間ないのにあと4問もある。見た見た、それは素晴らしいな、うん、勉強なるますね、これね、本当に。うん、うん、僕もあなたに伝えたかった。そうです、そうです、空でつながってますね、うん、よし、もう一つ、はい、天気編でもう一ついきましょう、はい、行きましょう。これちょっとシチュエーションとしては、はい、こちらです、はい、デート前日に、まあ、デートしようと思ってました、あなたと、はい、で女の子からこう来ました、どうぞ。明日雨になりそうだね。あこれどういう感じだろうな。でもちょっと泣いちゃってる感じの顔文字が入ってるんで、ね、女の子がちょっと残念な感じを持ってらっしゃるんじゃないかなと思うわけですけどもね。なんだろうな、明日雨になりそうだね。これに同じ残念系でいくのか、うん、ポジティブな返しでいくのか。そうだね、 あれ素敵ですね、あいあい傘できるね。あら、ポジティブ、超ポジティブ、素敵ですね、素敵素敵。僕なんだ、じゃあうち来る。いやえ、ダメ。ダメですか。なんでですか、より親密になるじゃないですか。残念になってるんですから。やです、もうブロックです。ブロックブロック。左スワイプですよ。ダメですか。ダメですよ。そうですか。
もうびっくりしちゃいましたちょっといきなり行き過ぎましたが行き過ぎですよ、もう最低ですようちダメかそうね、なんだろうな、考えましょう。まあスタンダードなものからちょっと、はい、冒険して、さっきのあやちみたいにより相手を好印象づける、うん、そういった返しがねできたら、うん、今来たけど何の話、これに対していい返信をできるかどうかです、はい、考えてます、はい、女の子から明日雨になりそうだねっていうコメントが来ました。男の子からでもいいですよ、相手がね、あのお互いチェンジしていくね、うん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 、それに対して相手をより一層その気にさせる。どうしよう。いやいや、テッチーさん、それは違うよ。テッチーさん、それは、それはあやちがさっき言ったから。そうそう、今、俺もそう思ってたんだよ。それ出たから。これを今、同じこと LINE しようと思ってたら、別にあんまり嬉しくないですね。じゃあ傘は1本で大丈夫だよね。あ、ちょっとちょっとキザかな、どうかな、ちょっと歌詞っぽい感じがありますね、うん、これで水分補給できるね。ジュミさん何言ってるか分かんないです。ちょっとよく分かんないです。どうしようかな。じゃあおうちデートしようか。これ女の子から言われたらたまんないけどね。女の子からだったらいいんでしょうけどね、うん、女子からもうじゃあおうちデートしようかなんか言われたしにはもう、いやもう、了解ですみたいな感じで別に下ネタ話してるわけじゃないんで。そうですよね、はい、そうですよね、あ、僕も思いました、さとみさん、そうそうそう、あの水族館ね、僕も水族館大好きなんで、じゃあ水族館行こうかっていうのは、それはいいですね、うん、悩むな、明日雨になりそうだねに対する嬉しい返信、うん、いいですよ。ちょっと最初そんなレベル上げちゃったから、もうスタンダードでいいです。スタンダードでいいですか、うん、そんな秀逸ばっかりあやちから出てきたらもうどうしようもないですからね。あいあい傘デートしない、飛行機で晴れてる沖縄に行こうかって言われてみたいね。もうセレブですね、で飛行機で、あ、じゃあ今晴れてる沖縄に行こうかっつって、もう僕最近見てるバチェラーじゃないですか。何ですかそれ。バチェラージャパン知らないですか。知らん、あー CM で見たことあります。 あれはもうあのこうすごくセレブな男性のあの環境を体感するしながら、そのこういろいろ恋愛のパートナーを見つけていくっていう、はあのシミュレーションドラマなんですけど、はい、いい、はい、面白いよ。書けました、うん、映画館もあるよ、うん、あるよ。滝修行しようか、滝修行しようか、まあもともと濡れてますからね。じゃあこの辺で、はい、じゃあ僕はね、はい、僕はね、まあちょっとストレートに打ち来るっていうよりもまあじゃあちょっとうちでバチェラー見ようよ。いやいやですね、バチェラーはいいですよ、大丈夫です。面白いから見て。おお、わかりました、見てみます。雨大丈夫だよ、濡れない場所を考えてるから。ほう、はい、じゃああやちの発表。はい、ちょっとコメントでも届いてたんですけど、いい、私もやっぱりこれが嬉しいかな、はい、じゃあ水族館と映画館、うん、どっちにしようか。あああなた秀逸ね本当に。がいいです私は。あ、そういうこと、うん、選択に行くわけね、ここから。そうです、チョイスね、はい、どっちにしようか。そっか、選ぶんだ、がいいです、ね、じゃあ水族館とかじゃなくて、どっちにする。うーわー、やられたな。すげえ勉強になるなこれ。がいいな、じゃあ提案するのね、男子がね。あ、そうです、そうです、これとこれどっちがいい、でどうっていう。そうです、そうです。あー、やられた。松雪すげえ。すげえ。なんか最終的には女の子が決められるよ、はい、みたいな、はいはいはい、がいいかな。あ、勝手に決めるんじゃなくて、はい、そうそう、雨だからここまで絞ったけど、うん、どっちがいいって聞かれるのがいいですかね。あ
じゃあちょっともう時間もないからラスト1問。 あラストなんですね。もうあどれにしようかな、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、3、4、5どれにしようかな。あじゃあちょっとあやちに選んでもらおう、はい、これかこれかこれ、まあ、4はないわ、3か5で、3か5、うん、え悩むな。いや5にしましょう。あ5ですか、5にしましょう。5ですか、はい、じゃあ3は見るだけ見ておきましょうか。3そうですね、はいはい、3は、はい、あのちょっと見解編にしました。あなたっていつもそうよね。これ男子大体言われる、男子は癖が治らないんで、これ何でしょうね。正解はあなたっていつもそうよね。あ僕はこれはね、うん、もう謝るのみだと思ってますね。まあそうですね、うんうん、はいすいません、素直にごめんなさいが一番ですからね、はい、はい、ごめんなさい、あなたのおっしゃる通りです。本当にすいません。じゃあ5番いきましょうか。5番、はい。これ私も難しいな、うん、これはねちょっと距離が離れるんです。本当だ、うん、誘ってくださってありがとうございましたですよね。に対してなんて来たら、女の子か、まあまあどっちかがね、はい、相手が意中の方が言うわけですよ。どうぞ。今日は誘ってくださってありがとうございました。あちょっと距離感じるな。これをどうよりよりあなたとまた行きたいわと言わせるか。そうそうそう、これは難しい。 初デートかな。そうなるんですかね。あ初デートですね。今日は誘ってくださってありがとうございました。あ僕ちょっと見えた。早くないですか。これ難しいな。なんて来たら嬉しいかな。時間に本当ないですね。うん、はいはいはい、うーん、男性にも女性に言われたらまた誘いたくなるコメント。女性には、はい、どういうこと。男性あだから女性だ、あやちと一緒な視点でってことですね。そうそうそう、あの入れ子じゃなくて、はい、あの女性は女性視点でじゃなくて、うんうんうん、あやちと同じ立場で、あ男性こう言われたら嬉しい、こう言われたら嬉しいっていうのを考える、うん、そうそう、女性の方はね。あ難しいな。これはどういたしましてしか送れないよ。いやそれがあるよ、私もです。また時間があればデートしましょう。明日はどこ行こうか。明日はどこ行こうかってまたすごいね。もう明日なんですか。いや急に早くなってきた。今日はありがとう、次誘ってもいいかな、とても楽しかったから、どうも、ね、こちらこそこれからもよろしくお願いします。あこれからもよろ、今度はもっと美味しいスイーツのお店探しておくね。こちらこそありがとう、もしよかったら今度水族館に行きます。水族館、意外とね僕ね、はい、もしよかったらっていう言葉あんまり本当は使わない方がいいなと思ってるんですよ。うーん、そうですね、よろしければってちょっとね引きすぎ感は、そうですね、わー悩むな、なんて来たら嬉しいかな。こういうの村 P 得意さん、村 P 得意なんですよ。こういうの村田さん、何やりそう。僕散々チャロチャロ言われてますけどね、まあ、これ以上やめておきましょう。どうしよう、チョコさん、まあ、あの方ジェントルマンなんでね、本当にね、僕もちょうど LINE をしようと思ったそれは。いや、またそれですか。いや、カズさん別にダメなわけじゃない、ダメじゃないよ。いいのいいの。ただあんまり遠慮しすぎるのもね、もっと女性は引っ張ってほしい感じもあると思うんですよ、うん、だから僕はそうだな、まあ僕も楽しかったよ。今のは言い方が嫌です。楽しかったよ。僕も楽しかったよ。うん、悩むな。今度は誘ってくださいね、とかいつでも延期できる。あそういうことね、うん、確かにな。あじゃあ僕はい決めました。
はい、決めました私。え、早いですよ、早いですよ。じゃあもうちょっと見てみます。もうちょっと見てください。やっぱりもうすぐ明日に行く気持ち。みかんさんそこ行くね。もう明日の予定を決めるって。せめて来週にしませんか。また一緒に過ごしたいな。確かに。とりあえずみんながもう男性なのか女性なのかみんながどっちか知りたい。あなたどっちって知りたい。カズさん立ち直って。次はショッピングモールで買い物デートしましょうって、また庶民的に行きましたね。はい、決まりました。そもそもが社交辞令モード。そうなんですよね。私、男性が、はい、年上感もあるのかなと思って、はあはあはあ、ちょっと男性年上目線で書きました。はあはあはあ。じゃあ先に僕から行こうか。はい、はい、そうだな。まあありがとうございます。はい、まあ、僕も楽しかったです。今度はそうだな、あなたのおすすめ連れてってね。ああ、ありですね。あなたの好きなところに今度僕が行きたいなっていう。ああ、いいんじゃないですか。あ、いいですか。いいです。ああ、今日いや、ようやくようやくいいって。だってもう家ネタがすごかったですからね。今日本当に。じゃあどうぞ、あやつさんの。はいはい、じゃん、はい、3番目のとこです。はい、こっちこそありがとう、すっごく楽しかった、見て見てこれ行ってみたくないって URL が貼ってある。ちゃんと具体例を示す。そして別に誘ってはないんですよ。うん、行ってみたくないっていう。はいはい、で、言葉尻もちょっとまた近寄ってる。そうですそうです。なんだよこれは。すげー勉強なるな。ないかな。勉強なるな。もうちょっとなんかこれブログ書いてもらっていいですか、なんか。いや、やられたな、プロだわ。嬉しいですね。いや、これもう考えてくれてるんだっていうのが。ちょっとなんかもうこれあやち企画にしたいぐらいなんだけど。じゃあっていうのちょっと時間伸びちゃいましたけど。そうですね、ちょっとね、非常に勉強になりました。あ、よかったです。ありがとうございます。もう挑戦状、僕もう打ち砕かれましたね。この挑戦のコーナー、これから先も続くんですか。いや、ちょっと面白かったね。あ、面白かったです。考えていきたいと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。いや、楽しかったですね。はい、挑戦コーナーということで、ではここで宇野澤さんに戻ってきてもらいましょう。帰りなさい。だいぶ、いや、面白かったです ね、挑戦コーナー。俺多分ね、全部ダメだった。考えてたんですね、宇野澤さんの。虹が見えるって言われたらさ、はい、あ、じゃあどっから降ってんだなって言っちゃう。それは予報士さん目線ですね。そうそうそう。で、明日雨だって言ってるよって言ったら、うん、まあ、雨でも試合があるから、じゃあポンチョ着なきゃねって言っちゃったから、ね、あ、もう全部サッカーじゃないですか。で、最後のやつがね、言われたら、はい、ですね、あ、こちらこそどうも、また機会があればって。あ、もう、もうなんか王道というか、もう、ね、もう、ね、ありますもん ね、はい。まあ、次回からもまたお楽しみに、はい、ということで、ここからはこちらのコーナー参りましょう。教えて宇野澤さん。はい、どうも。で、ここでは宇野澤さんにお天気のことやこの季節ならではのことを伺っていきます。今回は今週の花粉についてです。はい、今日は四国でも花粉シーズンに入ったということで。シーズンに入ったということで、西から広がってきましたね。あの、今年はですよ、あの、花粉ってさ、表年と裏年ってあるみたいな。表と裏、うん、で、すごく多い年か表、はいはい、で、まあ、そのまた反対側の裏年っていうのはそれほど、まあ、それが大体交互にくるんですけども、はい、まあ、今年は表として参りましてですね、はい、こう花粉の飛散量が非常に多いと多いですね、うん、言われているわけなんですが、はい、じゃあですね、じゃあ今日本とかというと結構さ、あれなんだけど、今どんな感じなのかというところですね。はい、ここ見るとこういう状況なんですよね。で、赤いところがもう本格シーズンということになります。はい、で、黄色がシーズン開始で、シーズン前ということで、この青森、秋田、岩手の、はい、北、
東北も残ってますけども、で今度北海道とか行ってね、花粉の種類がまた変わってくるんですよ、はい、白樺花粉、うんうんうん、まあ、そういうのもあるので季節が若干またずれてくるということもあるんですが、はい、まあ大体花粉というのはさ、気温が高いというのと、まあ、当然風もある、うんうん、それと雨が降った翌日っていうのがあって、はい、花粉、結局花粉植物ってその辺がすごく頭が良くて、はい、花粉は飛ばなきゃダメじゃない、飛んでいって、ね、受粉しなきゃダメだから、はい、雨だと飛ばないんでね、濡れて落ちちゃうから、そうですね、そうすると雨だと飛ばさないんですよ花粉そのもの。あ、今日はお休みしとこうって感じなんですね。でその代わりやんだ後にその分思いっきり出すといった状況になりますが、はい、じゃあ今週1週間見た時にどうなっていくのかというところなんですけども、はい、まあ、症状報告なんかもねこんな感じで来てます、皆さんからいただいてますけども、まあ、非常に辛いと、いや辛い辛いとか多いと、この辺が大変申し訳ないんですが、はい、花粉症ではないのでそうなんですよね私も花粉症ではないんですよ。なのでこの辛さというのがね、はい、どれぐらいなのかというのは多分皆さんかなり花粉症の方辛いんだと思います。はい、はい、多分ねちょっとこちらハイライトの方にもいるかな、あこれだけでくしゃみがって方もいますし ね、といったような状況でして、じゃあ1週間見てみましょう、はい、さっきの花粉さんですけどこんな状況なんですよね、福岡の明日、はい、赤いマークで非常に多いというところ で、はい、で2日はちょっと雨が降ったりするでしょう、あそうですね、というので少しこの辺りは少ないんですが、はい、ただ翌日になるとまた飛んできますよといったような状況となりますの で、うん、この後も今週1週間もう本格シーズン入っているところ、シーズンにいたところは花粉飛散量多くなりますから、花粉症の方は注意していただければなと思います。はい、はい、花粉情報をお伝えいたしました。いやー大変ですね、もうこの時期になると私風邪で耳鼻科とか行ったりするんですけど、うん、やっぱり風邪の方よりも花粉症の方で耳鼻科にかかっている方も多いですし、ね、お薬マスクが手放せない方も結構多そうですね、うん、あ目が痛いね、あ本格シーズンですねと、花粉チャンネルも合わせて、はい、ぜひ上手に花粉とお付き合いしてください、はい、以上花粉情報でした。さあ、あっという間に9時53分ということで、もう間もなく番組終わりの時間が近づいてまいりました、はい、このあとですね23時からはソライブ24のナイトに私が出演します、うん、そうです。そしてまたその後23時45分からはウェザーナイトニュースという番組にも出演いたします、うん、LINE LIVE さんと、コラボレーションして始まった番組です。そちらもぜひご覧いただければと思います。番組の最後になりましたが、今日は39回目サンキューということで、ソライブ24のツイッターのフォロワー数がなんと1万人を超えたということです。すごいですね。1万人超えました。宇野沢さんのフォロワーさんは何名ぐらいですか？2700。はい、でもすごいじゃないですか。まあ全然ですよ。いや、宇野沢さんは歯科系のツイートとか多いですね。あ、サッカー系とか。そうね、歯科系とかね。だからフォロワーもですね、はい、結構そっち系の人も多くて、うん、鹿島の監督の石井正孝さんの弟さんにフォローします、はい、すごいですね。すごいですか、何ですかそのつながりは。びっくりしてしまいました。野沢さんは、まあ、サッカーネタが多いんですが、はい、ソライブ24のツイッターではですね、 LINE ライブのお知らせもつぶやいていますので、ぜひフォローしていただければと思います、はい、それではこのあたりでお別れの時間です。また来週の月曜日にお会いしましょう。おやすみなさい。